真理に近づけた気がする。これが修行の成果。九条、これ最終進化形態で。はい、というわけで350日達成です。残り15日、1周年まで頑張ってやっていきましょう。前回からの続きですね。こちらのチアアップが追加されたので、こちらをやっていきましょう。チアアップ、みんなのエールで、パーティーはまあ特攻重視だったらこういう風に組むのもありなんですけども、今回はですね、こちらの専用武器ですね、フル覚醒しておきましたね。こんな感じにレベル100になっています。で、こちらの正式に武器スキルですね、解放されたんで、これを使ってみたいと思います。メンバーはこんな感じですね。まあ、スタメンはこの魔法2種ですね、連れていくといいと思います。ではちょっとやっていきましょう。いきます。今回はですね、乱戦じゃなくてスタミナを50消費しますね。ここはオートでいけますね。かしこみかしこみ。よし、狙われやすさを集中していきましょう。お手伝いします。魔法使いは全体攻撃がこういう感じですね、有効なんですね。スタンさせられるっていう点もありますですね。こういう感じにスタンさせられます。で、とっておきをこういう感じに貯めておくといいですね。これですね、新スキルですね。これはボス戦なんかでも役立ちそうですね。この大幅にカットするやつですね。で、ここですね、乱戦なんかと一緒でここでスキルを使っちゃうっていうのがありなんですね。全体のスキルを使っちゃうっていうのがありです。どっちしようかな、どっちしようかな、ね。ここは火の小羽ちゃんでもいいですね。よし、いいですね。こっちに前へ倒してしまうんですね。23あたりをだからこういう感じにとっておきで一掃していく感じが一番いいかもしれないですね。結構もうガードガードでやっちゃうとイライラがたまると思うんで、こっちの方が多分回りやすいと思います。いいですね、なかなかスキルもいいですね。よし、でこのチアちゃんのスキルはですね、攻撃食らうとこのとっておきのゲージも上がるっていうすごいいい点があるんですね。だから覚醒するんだったらこっちでもいいんですよね。よし、いいですね。ここまではもう本当無傷って感じで来ましたね。この4で使っちゃうとラストのとっておきで一掃できるやつが使えなくなっちゃうんで、まあ、この辺は注意ですね。いいですね、かっこいいですね、このスキルね。まあ、ほぼほぼオートでいけますね。どれを変えちゃうかな、チアちゃんを変えちゃいましょうかね。ここですね。で、どこだろう、クリティカル確定しなくてもこの体力だったらいけそうですね。一掃できそうですね。ではちょっとやっていきましょうかね。順番的にはこうかな、いや、こっちかな。よし、今とっておきのスキルレベルですね、貯めるのに、ね、いい感じですね。周回やってる感じだと結構溜まっていきますね。この中に14になっちゃってますね。よし、どうかな、持ってたと思いますよですね。こんな感じに一掃できます。これチノちゃんを連れていくっていうのはまあこういう理由があったりするんですね。相手が闇っていうのもあるんですね。よし、お、ここで手に入るみたいですね。おお、めちゃくちゃ落ちるな、とんでもなく落ちますね。だから本当はこれ特攻でフルで連れていくといいかもしれないんですけど、結構パーティーのこの組み合わせっていうのは魔法魔法だったりありますよね。
後ろの敵が硬かったりっていうのもあるんで、まあこういうのは組み合わせはまあ各自確認してみてやってみてください。でこちらの後半ガチャも追加されているんで、ぜひまあお金に余裕がある方は引いてみてください。前より高いところ平気になってきたよ。